カヌーはサナルコ想定上にて練習を行います。カヌーは2016年のリオデジャネイロ大会からパラリンピック競技となりました。東京2020大会では従来のカヤックに加えバーが加わり2種目が開催されます。障害の程度によりカヤックは男女3クラス、バーは男子2クラス、女子1クラスに分かれてレースに挑みます。カヤックはレジャー用のカヌーと違い、先端がシャープで T の幅が狭いものになっています。スピードが出る反面、バランスを取るのが難しく、選手はリズムよくパドルを漕ぎ、水面を滑るよう突き進みます。新種目のバーは、T の片方にアウトリガーと呼ばれる浮き具がつき、カヤックよりも安定性に優れていますが、直進性能が低く、選手は上半身のパワーとともにテクニックが求められます。レースは複数の選手が同時にスタートし、T の先端がフィニッシュラインを通過するまでのタイムを競います。